伝説へのレコ大で金賞獲得なるか。滝沢秀明氏が仕掛ける新時代の音楽革命。ナンバー・アンダーライン愛の挑戦に期待が高まる。滝沢秀明氏が昨年設立した、とべから生まれた新しいユニット、ナンバー・アンダーライン愛が、今年の日本レコード大賞に参戦する可能性が浮上している。彼らは現、King&Prince のメンバー、平野翔、岩優太。 神宮寺優太の3人で構成されており、ジャニーズ事務所から独立後も注目を集めている。もし彼らが金賞にノミネートされれば、旧ジャニーズ勢としては30年以上ぶりの快挙となるだろう。このニュースは音楽業界に大きな波紋を呼び起こしており、滝沢氏自身がこの挑戦に対して非常に前向きであるとの見解が広がっている。n o バー,ア,ンダーラインアイは今年1月1日にデジタルシングル、GOT をリリースし、 音楽活動を本格的に開始した。彼らはその後、NHK の音楽番組、ベニュー百1 0 1や民放の、FNS 歌謡祭、CDTV ライブ、ライブなどの大型音楽番組に多数出演しており、旧ジャニーズ時代には考えられなかったような大舞台に登場している。さらに、2024年のコーチェラフェスティバルにも出演が予定されており、国際的な舞台でもその存在感を示している。 こうした彼らの活躍を見れば、今年の紅白歌合戦への出場も確実視されており、年末のレコード大賞に名を連ねる可能性も十分に考えられる。しかし、ここで気になるのは、ジャニーズ事務所とレコード大賞の長い断絶の歴史である。実際に、両者の関係がこじれたのは1990年のことだと言われている。その年にデビューした、忍者が、お祭り忍者。 という楽曲で新人賞をそうなめにしレコード大賞でも最優秀新人賞を獲得した。しかし、当時、新人賞は、ポップス、ロック部門と、演歌、歌謡曲部門に分かれており、事務所側は、歌謡曲部門での受賞を望んでいたものの、結果的に、ポップス部門での受賞となった。これが原因で、ジャニーズ事務所とレコード大賞の関係は急激に悪化し、その後、 ジャニーズ勢はレコード大賞に出演することがなくなった。事務所側は公式には、同じ事務所のタレント同士を競わせたくない、という理由を掲げていたが、真相はもっと複雑なものがあるだろう。もともとジャニーズ事務所は、980年代後半からレコード大賞の主役的な存在だった。1987年には近藤雅彦が、愚か者で、翌年には光源氏が、パラダイス銀河でそれぞれ大賞を獲得し、 業界をリードしていたしかし、1990年の「忍者」の受賞をきっかけに、その関係は途絶え、SMAP や近畿キ,キッズといった当時の超人気グループが大ヒット曲を連発してもレコード大賞での金賞には選ばれなかった。SMAP の「世界に一つだけの花」は300万枚、近畿キ,キッズの「ガラスの少年」は170万枚以上の売り上げを記録しながらも、その実績はレコード大賞では評価されなかった。 その後、レコード大賞とジャニーズの関係に少しずつ変化が見られたのは2010年のことだ。デビュー30周年を迎えた近藤雅彦が最優秀歌唱賞を受賞したことから、業界内では雪解けとも言われた。しかし、この受賞も特例的なものであり、レコード大賞の賞レースへの正式な参加とはならなかった。2019年にはジャニーズ事務所の創業者であるジャニー喜多川氏が、 特別音楽文化賞を受賞するも、後に性加害問題の影響でこの賞は取り消された。2020年には嵐が特別栄誉賞を受賞し、活動休止前のパフォーマンスを番組用に VTR 収録したものが放送されたが、これも例外的な扱いだった。結果として、ジャニーズ事務所はレコード大賞の主要な賞レースからは完全に距離を置いていた。しかし、昨年秋にジャニーズ事務所が解体されたことを受け、 その状況は大きく変わり始めている。ジャニーズ事務所が消滅したことで、滝沢氏が率いるナンバーアンダーライン愛がレコード大賞に参戦する可能性が浮上しているのだ。実際、昨年のレコード大賞では、戸部の若手グループ、IMP が新人賞にノミネートされるかどうかが検討されたという話もあるが、結局はノミネートには至らなかった。しかし、 この一件が滝沢氏のレコード大賞に対する前向きな姿勢を業界内に広く知らしめるきっかけとなった。一方で、旧ジャニーズ事務所の多くのタレントが移籍した、スタートエンターテイメントは、これまでと同様、レコード大賞の賞レースには出場しない方針を維持しているという。例えば、スノーマンのような人気グループもレコード大賞への参加以降を示せば有力候補となるだろうが、 現時点ではショーレースには参加しない方針だと伝えられている。これは、コジャニー北川氏やコメリー北川氏の意思を継ぐものであり、同社がジャニーズ時代の方針を貫く姿勢を示している。一方で、滝沢氏率いる戸ベにとっては、逆にレコード大賞に参加しやすい状況が整っているといえる。スターとエンターテインメントと戸ベが競合する可能性が少ないため、ナンバーアンダーライン愛の出演が現実味を帯びてきている。 しかし、ナンバーアンダーライン愛が出演したとしても、大賞を獲得するのは難しいだろう。今年のレコード大賞の本命は、クリーピーナッツの、ブリングバングバングボーン、須田正樹の弟である、こっちのケントの、ハイヨロコンで、そして昨年大賞を受賞したミセス。グリーンアップルの、ライラックなどが挙げられている。これらの楽曲やアーティストは、今年の音楽シーンで大きな話題を呼び、 実績も十分に残しているため、ナンバーアンダーライン愛が大賞を狙うにはかなりの競争が予想される。レコード大賞はかつて日本の音楽業界において非常に権威ある賞であり、受賞アーティストには大きな名誉と注目が与えられてきた。しかし、近年ではその影響力が減少しているという声もある。若い世代の中には、そもそも、レコードというものが何なのかを知らない人も多く。 レコード大賞の意義そのものが薄れつつあるという指摘もある。さらに、受賞者の選考基準が不透明であるとの批判も根強く、特に賞を受賞するためには当日の番組に出演しなければならないというルールが存在するため、その公平性に疑問を持つ声もある。それでもなお、レコード大賞や紅白歌合戦は、いまだに音楽ファンや一般視聴者にとって重要な舞台であり、特に年配層にとっては一大イベントである。 こうした大舞台に立つことで、ナンバーアンダーライン愛のような若手アーティストが新たなファン層を獲得するチャンスが広がることは間違いない。テレビの力は依然として大きく、特に忙しい日常を送るビジネスパーソンにとって、テレビ番組はアーティストとの接点となり得る重要なメディアである。実際、ナンバーアンダーライン愛のファン層も非常に幅広い。旧ジャニーズ時代からの熱狂的なファンはもちろん、 新たたに彼らを知った若年層の支持も増えている。また、彼らの楽曲は j p o p としてのクオリティが非常に高く、今後も国内外での活動が期待されている。レコード大賞にノミネートされることがあれば、その評価はさらに高まり、ナンバーアンダーライン愛は一躍、音楽シーンのトップに立つことになるだろう。滝沢氏自身も、音楽や舞台演出に対する深い理解と情熱を持っており、 彼の手腕によってナンバーアンダーライン愛は今後さらに成長する可能性がある。彼はジャニーズ時代から数々のプロジェクトを成功に導いてきた経歴を持ち、その経験をもとに、ナンバーアンダーライン愛を次世代のトップアイドルへと育て上げるべく奮闘している。最終的に、今年の日本レコード大賞での結果がどうであれ、ナンバーアンダーライン愛が音楽業界において大きな存在感を持ち続けることは間違いない。 滝沢秀明氏のリーダーシップのもと、彼らの挑戦はこれからも続く。ファンや業界関係者が期待する通り、彼らの音楽が多くの人々に感動を与え続けることを祈りたい。